ライティングジョーです。はい、っていうことで今回はアニアアニマルアドベンチャーからこちら AL03 ステモサウルスを紹介していきたいと思います。はい、っていうことで改めまして今回はアニアアニマルアドベンチャーからステモサウルスを紹介していきたいと思います。じゃあね、まずは箱の方から見ていきましょう。アニアとはっていうところでね、ここに書いてあるんだけど、アニアは動物の魅力や多様性を楽しく身近に体感できるワンギミック付き動物フィギュアシリーズですっていうことで、反対面の方にね、ステモサウルスのギミックが書いてあるんだけど、ステモサウルスは尻尾が動くみたいだね。で、箱の上の方はこんな感じになっていて、裏面を見てみると、これは図鑑だね、ステモサウルスの詳しい説明が書いてあるんだけど、これに関してはね、ここに書いてある図鑑カード付きっていうことで、図鑑カードにね書いてある内容と同じなので、そこら辺は開封後に詳しく図鑑カードと合わせて見ていきたいと思います。じゃあもう早速箱の方から取り出していきましょう。いくよ、せーの、ダン。はい、まずはこちらが図鑑カード。これはね、後からじっくり見ていくので、ステモサウルスの方はどんな感じでしょうか。じゃん、おお、かっこいいね。そしてやっぱりリアルだよね、さすがアニアっていうところで、ステゴサウルス、このね、背中の板がすごく特徴的な恐竜なんだけど、これね、ただの装飾じゃなくて、いろんな意味があって、あ、これはね、図鑑カードと合わせて説明した方がいいね。今日の説明よりそっちの方が分かりやすいと思うので、まあそこら辺は割愛します。全体はね、ぐるっとこんな感じで、この前紹介したね、アンキロサウルスと共通してちょっと緑がかった体の色になってるよね。やっぱ植物食だからっていうところで、保護色か何かなのかな。うん、まあ、そんな感じだと思います。そしてね、これもアンキロサウルスと共通で、自分のね、身を守るために尻尾がかなり攻撃的な感じになっているんだけど、そう、この尻尾が今回のステゴサウルスのギミックっていうところで、こんな感じに2箇所ボールジョイントがついていて、尻尾を動かすことができます。結構ね、可動域の方も広くて、上下左右、あとはちょっと回転まではいかないけどね、少しこう角度を変えながら尻尾を動かすこともできちゃう感じです。この尻尾はね、すごい攻撃的な見た目だよね。これでこうビュンと攻撃されたら、肉食の恐竜もひとたまりもないよね。まあそんな感じでね、ステモサウルス図鑑カードと合わせてじっくりと観察していきましょう。ステモサウルス、屋根を持つトカゲ、長板類、早春類、ステモサウルス科。特徴、早春類の中でも剣竜の仲間を代表する恐竜です。背中にある骨の板の役目は、血液を使って板を赤色に変えて敵を脅したり、異性の気を引いたりするほか、体温調節にも使われていたと考えられています。全長約9メートル、食性植物食、生きていた時代ジュラ紀後期、化石発見場所アメリカ、ポルトガル。詳しくは小学館の図鑑ネオ恐竜をチェック。はい、っていうことで今回はアニアアニマルアドベンチャーからステモサウルスの紹介でした。アニアの動画はね、他にもたくさん公開しているし、他にもバイキンのジョーのチャンネルでは、小さなお友達から大きなお友達まで家族で楽しむことができる動画もたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキン。